JL-8K-8 カラコルムパキスタン空軍の K-8 強錬8型は、中華人民共和国の南症引き製造講師が、パキスタンと共同開発したジェット練習機、K-8 カラコルムとも呼ばれる。型番は強錬のピン音の頭文字を取ったものである。中国人民解放軍空軍の CJ-6 や JJ-5 及び、 パキスタン空軍の T-37 や JJ-5 の後継となる練習機として1986年に開発が開始された。当初 L-8 と呼ばれた。この機体はパキスタンのムハンマドジアウルハク大統領の提案でパキスタン向けは K-8 と命名されて中国とパキスタンの国境となっているカラコルム山脈にちなんでカラコルムの愛称をつけられた。中国向けは JL-8 となった。開発は中国国家航空技術輸出入講師、南昇引き製造行使、そしてパキスタンエアロノーティカルコンプレックスなど、民間企業の独自資金によって開始されたが、間もなく中国の国家予算が投じられた。両国の合意では、PAC は25%の作業を分担し、水平安定版の製造に関する全責任を負うと、されていた。設計は、 ナムックのチームが行い、イタリアのアエルマッキ社と共同で、風洞実験も行っている。試作機は5機が発注され、1991年1月11日に、試作初号機が初飛行した。機体はテーパーのついた主翼を低翼配置とし、胴体両側面にエアインテークを持つ。タンデム式のコックピットは段差がつけられており、後席からの視界が確保されている。エンジンは、 アメリカ合衆国のギャレット製、トフ731を一機搭載し、デジタル式の燃料制御装置により安全性が高められている。これは開発当時の中国がアメリカと良好な関係を保っていたことからであり、他にも多くの米国製部品を使用して設計されていた。しかし1989年の天安門事件に対する制裁措置により、西側諸国の機材やパーツが 輸出禁止となったため、JL-8 では中国製の部品で代替されており、エンジンも旧ソ連ウクライナの EU チェンコ製 AI-25TLK に変更されている。兵器訓練や軽攻撃任務も考慮されており、主翼下4箇所のハードポイントを持ち武装することが可能で、胴体中心戦下にも GSH-23 から2機間砲ポットを携行できる。 1990年代後半から次第に配備が進み、アジアアフリカラテンアメリカ諸国を中心に輸出もされており、エジプトのアラブ工業化機構では、ライセンス生産が行われて、エジプト軍の極限飛行隊に使われている。エジプト空軍の K-8E、e、バングラデシュ空軍の K-8W、ボリビア空軍の K-8VB 採用国。ありがとうございます。